確かに、なんか交わらなそうな、超違和感ある、マジで、うん、どれ、オッケー、交わらないじゃん、あれ、皆さん入れました、入ってます、入ってます、これ入ってる、交わらな、でもこれはもう、死ぬでは、こちらで、ね、何がチャンネルだから回しても、そう、俺らは聞かれたことにちゃんと頑張って、こうしてるときは緊張してるときに、これ、いいですか、あ、じゃあ、行きます、はい、お願いします、お願いします、はい、はい、こっちも緊張感、え、違う、スナックみーちゃんね間違えた、わかってない、え、ナミちゃんやんの、いつも、あれがメインね、やんの、あ、違う、はい、え、じゃあ、みんなでやんの、はい、あ、みんなで、申し訳ない、そうなの、やりますよ、じゃあ、やります、やらせてください、違う、これ、世の人たちみんなやりたいな、そうですか、これらやらせてもらえる、これ、みんな顔映るんですか、じゃあ、みんなで最初やろうか、あ、じゃあ、こっちに見よう、はい、いきますよ、はい、はい、せーの、はい、はい、皆さんこんにちは、なみきです、です、はい、そして今日は、ある都内の場所から、このメンバーでお送りしていただきます題してスナックみーちゃん、イエーイ、待ってましたみーちゃん、みーちゃんということで、はい、一緒にキャディーさせていただいたの大出みずきプロと、あとこちらキャディーさん、もうね、おっさん、おっさん、おっさん、ちゃんと紹介する、すごいプロキャディの新岡です、新岡さん、島中です、島中さん、岡本です、岡本さん、小田です、かわいい、かわいくないから、かわいくないから、かわいい、もう本当有名なあの女子プロとか男子プロのキャディをされてる、お四方、なんていうの、お四方、お四方、確かにお三方は言えるけど、お四方、お三しか言えない、2も言えない、言えないですね、お二方、いやいやいや、お二方だ、あ、お二方ちょっと待って、額が出ちゃう、額が出ちゃう、ママ、ママ、お二方、ママ、今日うちのチャンネルでも初なんですけど、はい、こうお酒を飲みながら、あ、初なの、初なんです、今日はあの大師スナックみーちゃんなので、まあ、みーちゃんに、あ、みーちゃんね、はい、回していただいて、私も話をしていきたいな、あれね、はい、ルーレットがありますので、あ、いい、これ当たった人が、はい、なんかそのテーマ、お題トークを言っていただいて、そのトークテーマに対してみんなで喋るという、だからしょうもないことで、別にゴルフのことじゃなくても日常生活のことでもいいし、なるほど、ね、みんなどうですかみたいな、日常生活だとちょっと涙が出る場合もあるよね、あるかな、あ、なるほど、深そう、深そうですね、いや、いいよ、みーちゃんママ、みーちゃんママ、じゃあ、まずお一人目、何かこれ、スタートを押すんですか、スタートをしてもらって、え、ちょっと、え、名前入ってんの、はい、入れました、あ、入ってる、ちゃんと、すごい、はい、ピンクです、あ、俺ピンクだ、はい、あ、嬉しい、ちょっと、どっちだ、色はじゃあ、ピンク狙いで、ピンク狙いで、じゃあ、お願いします、ぜひ、ルーレットスタート、スタート、止まる、止めた、ママ、どうした、ママ、ママ、ちゃんと、ママ、ちゃんと、あれよ、ママ、考えなきゃダメだよ、はい、だ、お題を、うん、なんだ、2人目、いやいや、はい、兄ちゃん、お、兄ちゃん、ああ、ママ、兄ちゃん、ママ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 、なんか話したい、このメンバーで話したいことあります、このメンバーで話したいこと、うん、これはちょっと難しいね、話し切った後に、前半は皆さんアルバさんの方で、ね、動画上がってますので見てください、うん、なんだろうな、なんかさっき、あの、あれなんですよ、さっきの撮影の前に、うんうん、決めてたんですよ、おこのテーマ、話すことね、でも話しちゃったんですよ、いいよ、かぶってもいいよ、やっちゃったんだもん、やっちゃった、やっちゃった、どう見えてるか、乾杯しちゃった、乾杯しちゃった、KP、 スナックみーちゃん、あ、じゃあみーちゃんお願い、スナックみーちゃん、 KP、 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 まさか乾杯の逆、うわ、言うよね、 KP は多分5年前ぐらいから言ってます、あ、じゃあ時代変わったね、いや、変わってない、私のことはどう見えてるのか、向こうの方が、ああ、そっかそっかそっか、でも僕思ったのはやっぱりプレイ中に頭がすごくいいんだなと思いました、というのはどうした、あのね、次のショットに行く前でにほぼほぼ自分の中で答えが決まってるように見えたんですよ、ここにボールが行きました、うん、こういう風にピン攻めます、こっちにボールがちょっと思ったとこに行ってないけれども、こういうふうに瓶に攻めていきますっていうプランを常にしっかりと明確にしてるんだろうなと思って、そういうふうにあのマネージメントを自分でしてるように見えました。で、みーちゃんはそれに対して
なんていうの、何も考えてねえわボケ。違うでしょ。マジかー。ちょっと、やばね、ママ喜んでて、いや思ってんや、評価高い私みたいな。いや嬉しいですけど。分かってくれてるみたいな。えでも、ほんなんか本当にそうでっていうか、おそれが良くも悪くもなんですよ。うん、ああなるほど。こうなっちゃってる時は、言い方も悪いこともね。もうそれがそれで決まってるから、なるほどね、もうそれでしかないけど、そういい時はこういろいろ膨らんで何択かできるんですよ、選択肢が。この一つのショットに対して3つぐらい選択肢ができるんですけど、ダメな時はその決めたことしかできないから、いやでもそれっていいことだよね。打った後にその結果が悪かった時に、後からあこうできたよなって思うことは結構ある。いやだからもう試合で一緒に見てるからね最近。えあそうか、一緒に回ったのか直前ですよね。だからすごくスマートだなと思いました、試合運びが。だからやっぱ僕はさ、ナミッキーがキャディーした時の気持ちをそろえると。いや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 、ナミッキーの気持ちを。また、やっぱりあのヨネックスでやったわけじゃん、そうキャディーを、はい、やっぱその感想が一番、やっぱこの番組は大事だと思うよ。いやそうかも、ね、ギャップを感じたでしょ、その友達だったのが、試合になるとこんなに強いあれの感じに、だから私は何かしてあげたいけども邪魔しちゃいけないとか、いろんなやってあげたいけどやらない。しまちゃんはちょっと喋りすぎかな。そんなに喋ってない。ちょっと待って。今のもう全部当たってて。そうでも ね、そうそれは今日はね、いや喋りすぎてたら急に萎縮しちゃった。だけどそういう話があったじゃない。そうですね、その力になりたくてなんかと思って急にやらせてもらったんですけど、その感想はやっぱもう言ってるわけ、自分の番組で。いや番組で言ってないです。言ってないんだ。言ってないんだ。じゃあちょうどいい機会に。キャディーしたのも動画にはしてないです。そうです。あ、そうなの。いやだって本当にカメラ入っちゃダメ。ただ来てくれた。でもさ、その日の夜にこう今日はキャディーやってどうだったとかっていうのあげてないの。いやもうなんか私の中でそのカメラ回すことでさえ嫌だったんですよ。じゃあ良かったんですか。偉い。それはなぜかというと、俺は偉いと思う。いやみーちゃんは友達だからこそ、うん、そういう風に使われたとも思われたくない。あ、そう、うーわ深い。いや本当に本当に結構偉くない。いやめっちゃそうっす、まあ、だから結構その私も YouTube とか、まあ、そのインスタとかいろいろやってると、すごいそういうのを撮りたいんだろうって思われるのがちょっと嫌なんですよ。なるほど。うわぁ。いや、そうじゃないっすか。素晴らしいね。マジで。え、ごめん。マジで。いや、そうじゃないですか。だってみんな真剣にそれで、まあ、お仕事で稼いようとしてる人たちがいるのに、そう、ネタじゃないけど、材料にするな。そう、材料にされるのは嫌だろうなってめっちゃ思ってるから、回すのは違うなって思っちゃう。いや、だからすごいさ、控えめにこういう感じでやったら、シュガーネックスの時も。あ、そうです。でも良かったんですよ。私は動画で。してもらっても、あ、金ちゃんは優しいからきっと先に言ってくれるんですけど、なんかその練習ラウンドの風景とかも、やっていいよみたいな、その大会のあれが分かんなければ全然撮っても大丈夫なんで、このナミキちゃんだからこそ、そうです、ナミキさんを分かった上で、もう知ってるから、ナミキさん分かってるから全然、むしろ OK みたいな感じ、その私のことを思って来てくれてるから、お手伝いしたいって言って来てくれてるから、むしろその動画のネタじゃないけど、まあまあ趣旨とかネタとか一本になるんだったらいいなって思ったんですよ。優しいよね、みんな練習風景とか。じゃあもうお互いがお互いに思いながらやってるんだよね。じゃあぶっちゃけ聞きたいけど、その初めてやらせてもらったじゃないですか、多分いろいろ思ったことあると思うんですよ、みーちゃんなりに。でも私何も聞いてないですよ。ああ。逆に並木さんに。そう、普通聞きますよね、プロの人って。そっか、ちょっと待って、シミがすごい。これ俺のすげえ口吹いてるよ。汚ねんだよ。そう、どうなんですか、そのプロキャディの人ってプロゴルファーの人と終わったら、反省会っていうか、こういうのが良かったとか、ああいうのが良かったとか、なんかそういうの言う。でもこれ言う人と言わない人ある、リアルにある。あのちょっと話す人もいれば、もう終わって終わりですっていう人もいるから、これはもうタイプで。でもちょっと聞いてみたい。聞いてみたい、ぶっちゃけ気付かないでほしい。そう、気付かないでほしい。そうね、そこだからこそ。気付かないでほしい。やだ、汚ねえな。向いてから。じゃあ一個ずつね、一個ずつ聞きたいよね。いいとこと悪いとこ。悪いとこからまず行こう。あ、そうです。悪いとこから。悪いとこっていうのはないとこ。でもあるって絶対。いや、ないと思うけど。キャディーとしてっていう意味で。
厳しい採点ですね。キャディーとして、はい、マジで言ってほしい、はい、いや、なんだろう、なんだろう、ボール拭いたっつっても全然拭けてなかった、ね、あ、だからもう何で、それがめっちゃ綺麗だ、めっちゃ綺麗だ、ボールはめっちゃ綺麗だし、うん、バンカー打った後の58度も綺麗だ、あら、あ、クラブ綺麗だ、じゃあ正直も悪いとかあんまないと、だし朝アップを終えて外に出てくると完璧な状態でカートがセットしてある、なるほどね、それはでもね、うん、教えてくれてたからね、みーちゃんが、いやでもやっぱちょっとあんまいないよ、俺らの方がだらしなかったです、知らないですよ、そのカートのセットの仕方なんて、でも練習ラウンドしてないんで、あ、すげえ緊張するじゃん、カートの練習もできてないんです、え、次のホールがどっちかとかも不安じゃん、分かんないから全部言ってくれました、こっち行っといた方がいいですよ、もう全部だからね、みーちゃんに全部やってくれ、いや、そうだけどさ、それはあるんです、素晴らしいね、でもこれは全然苦じゃなくて、逆にそのなんか申し訳ないって思ってると思ってたから、うん、並木さんがすげえ申し訳ないってうちに思ってるだろうなって思ってたから、なんか思ってるって思ってるって思ってたから、思ってるって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 思ってたから、ね、だからそんなに気使わないでって逆に思ってた、もうなんか伸び伸び、逆にそのこの1週間楽しんでないって、初めての会場だし、楽しんでもらいたいな、最高の人でスタートしたね、そうっすね、いや、あんまりしかも予選通ったんでしょ、予選通った、いや、これはね、すごいよ、すごい、やっぱね、予選通るって本当に俺らね一番大事ね、大事だよね、始まらないから、始まらない、そう、これだけ言ってください、みーちゃん別に通るんですよ、予選、いや、思うでしょ、そもそも思うけど、そんな当たり前だよ、当たり前じゃないんだよ、通らない、優勝してる次の週に予選があるわけだから、そう、だからその当たり前ではないわけよ、ね、去年優勝して同じコースで翌年予選落ちたかもあるしね、そうか、そうよ、うわ、勉強になった、あー、ちょっと、あ、落ちてんじゃねえそう、でもね、ほんとそういうのあるし、そうそうそう、あんま関係ないんだけど、ただ予選を通るってことはとにかくすごい大事、めちゃくちゃ大事、とにかく大事だし、私今年レギュラーツアー初戦でした、そうよね、あ、そうなの、そうなの、そうなの、そうだ、いやいや、次じゃん、そこまで予選会全部落ちてて、ええー、じゃあね、ユも落ちたけど、ね、キャディ前日にウェイティング行ったら入れた、それはしかもでもめっちゃ諦めてたんです、諦めてて、だけど内心だけは諦めてなかった、なぜか、だからもう日程てた、まだ分からんし、とりあえず行ってみようよ、ドライブがてら行ってみようよって言ってた、あ、もうそっから始まってんだ、だからもう寺泊まりで食べ歩きでもして帰りましょうって言ってた、本当に言ってた、本当に言ってたよね、いやでもすごい、でもさ、可能性はなくはないし、感じてるから、で、とりあえず行くだけ行こうよって言われなきゃ行かないしね、そうなんだろうな、なんか素敵すぎてつまんなくなっちゃう、確かに、じゃあ用意スタート、はい、誰、ゆずぶろさん、お、俺がぶぶちゃん、あ、俺ね、はい、そう、俺ね、うん、俺、分かった、うん、分かった、なんで通り、いやいや、一番ダメじゃん、小田さんは多分マイペース、なんで通り、だって俺の話だよ、いや、トイレと電話はダメでしょ、もういいっしょってある、まあ、まあ、小田さんは多分マイペース、これね、はい、自分にいつも思ってるのは趣味がないわけ、で、みんな趣味って何を確かにねあんのかなって、で、やっぱ時間があるときはあるわけ、うん、で、まあ YouTube と見たりとかあるよ、うん、でも結局自分の趣味があるから YouTube を見るわけじゃん、そうですね、でしょ、で、その趣味ってみんな何してんのっていう、まあ、みーちゃんから、いや、さっき私は休みがあれば犬と遊ぶか、ああ、犬を飼ってんの、犬飼ってて家、実家に住んでるんで、あ、群馬のね、はい、もうずっといます、あ、それが癒しなんだ、やっぱもう癒しでしかないです、休みに限らず週一開くじゃないですか、大体絶対家帰るんですよ、うん、犬に会いたい、犬に会うたね、みんな、まず、うん、サウナです、あ、なんか言ってますね、サウナめっちゃ好きですね、最近、特にゴルフ場ついてるじゃないですか、めっちゃ好きな、で、プロゴルフの人も多くないですか、結構行きます、最近よく行くね、サウナ、サウナって、え、ミルス行くんですか、サウナが好きですか、それとも水風呂が好きですか、あ、どっち、どっちも、水風呂入らないと意味ないです、あ、でもサウナだけでも意味ないじゃないですか、ダメダメ、でもサウナが100度か、サウナが100度か、水風呂が10度以下、どっちがいいの、お前喋れんじゃねえか、めっちゃ喋れんじゃねえか、
喋ってくれ。しかも声張るな。声が聞きたいですよ。水風呂が15度高いの。俺の番だから俺が聞くから。ちょっと黙ってくれ。でもサウナが100度以上がいいのか、どっちが好きなの。水風呂が低い方がいいです。やっぱそうです。やっぱそうですよね。もちろん整うんで。ねえ。やっぱ10度以下にならないとね、やっぱり。私はサウナなんです。サウナって水風呂が大好きです。あ、サウナ入らず水風呂だけ入る。そう。初めて見たよ。アイシングってことですか。アイシング、まあ、サウナ半身浴はしますけど。サウナ入らず水風呂行けない。サウナは行かないです。あまり。そういうこと？ね、ね、身が締まるんですか。締まりますね。気持ちも締まる。締まりますね。すげえ元気じゃん。水が好きなんだ。水風呂が大好きなんだ。10年間の水が好きなんだ。まあまあお願いします。はい、はい、はい、次お前は次俺かもしれない。うん、うん、小田さん、はい、小田さん、まあ、この4人のことはどうでもいいんで。いや、そりゃそうだよ。お二人はトーナメントに2人とも行くじゃないですか、はい、仕事でもね、うんうん、その間のオフの時間は何をしているのか。オフの時間、そう、ご飯が行くとか。確かにプロゴルファーってオフある。プロゴルファーでもその晩ご飯の時とかはな、どういうふうにこうリラックスしてるというか、まあさっきのねサウナの話にもつながるんでしょうけど、うん、ね、これ遠征先とかでも、そうそうそう、遠征、むしろ遠征先何やってんのかなって。なんかあれですね、完全に一人の空間でいることが大事です。ああ、気を使わない時間。ホテルの部屋でも、まあ、どっかカフェに行くにしても、うん、完全に一人。あ、誰かとは行かない。誰かと一緒にいるのはもう無理です。俺、よく聞く。例えば、あの他のプロに聞いたら、他の関係者に会いたくないから、わざわざ遠いホテルに泊まるとかっていう人もいらっしゃる。うん、確かに。そこまではしない。その自分が大変になるじゃないですか。朝行くのとかが大変になるか、基本的には近いところに泊まってるんですけど、その中で完全に一人の空間。を作るんだ、はい、こいつね、めちゃくちゃ酒飲むわけで、もうさっき、ね、ね、うん、シャワー浴びながらも酒飲むわけ。いや、さっき聞いてびっくりしました。それ一番すごかった。ごめんね、こんな全然いいでしょ、ね、逆に聞きたい、ね、この前5時半に夕飯食べましょうって話をして、はい、もうそっから飲んでるわけ、部屋で。おー、でいつもそうなの。でいつもベロベロで来るわけ、下に、ね、そして5時半に食べましょうって、だいたい5時25分ぐらいにもう電話してきたりするの。もう下にいますよ、みたいな。いや、5時半に行こうっつったじゃん。せっかちで、5時半だと来ないわけ。え？ 5時35分来ない。え、珍しいと思って。そんなことないから。で、電話しました。出ない。あれ？え？どうしたと思って。同じホテルの。で、5時45分になった時にも、やばい、これ。もうひっくり返ったかなと思った。うん、確かに。ね、で、もうフロントの人に言って、すいませんっつって、あの、岡本っていうやつがいて、その部屋に電話してもらっていいですかって電話しても出ないわけ。うん、やばい。ああ、終わったと思って。で、ホテルの人に一緒に来てもらって、ごめんなさい、多分もしかしたら、本当にとんでもないことになってるかもしれないんで、うんうんうん、開けてもらっていいですかっつって。ほんで、うわー怖いと思って、バーって開けたの。したら、すごい、寝てたね、その5分で、ね、あいつ豚飼ってると思ってシロってこうやって言ってたらってなって、俺どうしたらいい、俺どうしたらいいって言ったの。いや、夕飯食いに行くだけだよっつったら、下で俺回したら出てこないわけ。あいつどうしたんだと思ったら、こいつ歯磨き気に入ってるの。ケース歯磨き気に入ってる。朝だと思ったんだよ。そう、勘がいいね。朝だと思ってる。それでどうしたらいいだろう。そう。で、寝坊したと思った。で、寝坊した。で、スタート時間も見てるわけ。うわ、あれ初めて。もう、それぐらいベロベロで来るから。でも多いですよね、キャディさん。え、皆さんお酒好きじゃないですか。でも男子プロも多いですよね。あ、確かに飲むね。いや、びっくりしましたもん、キャディ行った時。でも若い人は、最近の若い子はそれは聞きますね、最近の、ね、アスリート感、この同世代とか、その下とかが増えてきて、その子たちはそんなに意識、普段から飲むわけではなく、意識が高いっていうか、そういうそんな特別飲みたいとかじゃないみたいな感じかもしれないですけど、だから昔のプロは本当
当にパチンコもお酒もね、すっごいするけど、うん、今の子たちしないんだよ。しない、うん。なんかふざけ方が違うかもしれない。ね、ああ、そういうことか。確かにそうか。違うふざけ方かも。なんか、あの練習グリーンとかでふざけますね。遊んでますよ。パターしながら遊んでる、うん、いいふざけ方じゃないですか。あれ、ここの年齢の関係はどういう感じですか。私が上です。2個上か。2個上。はい。いや、同世代のプロは女子プロデュース。柏原明日香ちゃんとか。ああ。堀子ちゃん。いや、いる長峰咲ちゃんとか。長峰咲ちゃんもね。2個上って結構多いですよ、ね。新海美優さん。ああ、そう。多い。その子たちがもういつの間にかちょっと中堅になってるもんね。そうですよね。女子プロ中堅。びっくりだよね。本当に。確かに。ね。そうだから兄ちゃんも。まあ、いやもうあのちょっと入りかけです、中堅にね。誰ですか。結構多いですよ。脇本花ちゃん。ああ。一緒か。ああ一個上なんだ。花ちゃん。ヒルタ南。おお。ヒルタは同級生同期なんです。うんうんうん、一緒にテストを受かる。なるほどね。でもみんな上手いです。同い年。みんな上手いです。そう、活躍してる人結構多いですけど、ちょっと今出てこない。じゃあ、ちょっと聞いていいですか？うん。そもそもなんでみんなさ、キャディーになったんですか？あ、それはね。ゴルフが好きとかいろいろあるかもしれない。あ、もうそれはね、全然人それぞれ違うと思う。あ、じゃあそれ聞きたいです。それはもともと、あの、片山プロの、はい、知り合いで、片山慎吾プロです、ね。片山慎吾プロ。知り合いで、自分が研修生をしてて、で、片山プロが、あの、すごい、いつも気にかけてくれるわけ、あの、QT とか、あの、どうどうって、で、言ってくれて、で、もう、結構30ぐらいだったのかな、もう。自分がね、研修生やって。もう、今じゃ考えられない。うん、いや、確かに。少ないですね。ね。いや、もう、ありえない。で、そしたら、もうそろそろ、もうやめれば。で、あれ、片山プロと同い年だから。あ、そっかそっかそっか、同級生なんですね。そう、同級生。だから、だったら、もう、その時に片山プロが賞金王だと。うん、で、来年、賞金を取った年に、俺に、もうやめて、俺のキャディやれば、って言ってくれて、俺は諦めがついて、だって、賞金王の、選手のキャディなんて、確かに。こんな、なかなかできないんですよね。それで、もう、自分で目指すのをやめて、で、プロ、キャディになったの。あ、じゃあ目指してたんですね、最初は。もうそう。自分で選手を目指して。そう。なるほど、なるほど。で、もう今あるのは、プロのおかげです。すごい。いや、ほんと、すごい。私もきっかけなんだ。そうそうそう。いい話。うん。じゃあ、こちらのお二人は？俺は、はい。全く知り。え、めっちゃそうなんだ。とうとうそういう、俺も。そうなんですか？でも研修生してましたもんね。研修生してたのに、細川さん。細川和也。はいはい、はい。もうお前じゃあ、トンネルって言われて。言われちゃったんですか？もう言うもん、言うもん。ああ、トンネル、そんなんだし。誰？あ、ちょっとスイングしてみなよ。あ、スイングが。ねえ、ちょっとみんちゃんに、ママに見てもらえない？どんなスイングなの？めっちゃ広い。実際はもっと広いけどね。向こうってこと？向いちゃった。顔見えちゃう。向こうでもなく向こうで。剣道やったんだね。ああ、メインだ。メインだ。そんな癖は抜けない。だから上げるとき必ず、バーンって言っちゃうもんね。まあもうダメだから、俺のキャディやる。そうなんや。でも、嬉しいよね。はっきりと言ってもらったら。言ってくれる人が近くにいる方がいいですよね。ただ、とりあえずその年だけ、とりあえず QT だけ受けたいって言ったの。言ったけど、全然ダメだった。だから分かってたんだよ。もうそのダメだった分かった。たまたまサントリーにキャディアだった。あの、バイヤーさんから。あの人サインになってたの。そっから、お前やれって言った。でも、ゆうさんも知ってるじゃん。知ってるよ、カッカンちゃん。皆さんプロゴルファーからのなんかお墨付きじゃないけど、プロゴルファーじゃないんだけど、もうプロのなんかあれやってる時になんかわちゃわちゃやってる、ね、関係値があってってことですね。怒られながら、もう小田ちゃんも違うじゃん。僕はどっちかっていうとキャディーが好きで始めたタイプです。僕はあの大学時代にリチャード・テイトっていうのがプロゴルファーだったんですけど、多分俺同級生だ。そうそうそう。オーストラリア人なんですけど、日本でやってた。日本で同じ ABC ゴルフクラブで練習してたの、一緒に。で、プロになって、じゃあキャディーさせてよって
いうのから始まってる。小田さんから言ったの。そう、キャリーが、あ、俺キャリー好きか。そういうパターンもあるな。うん、で、一応サラリーマンもしたけど、合わんなと。俺も一応サラリーマンしてる。みんなやってんの。しまちゃんも、あ、違う違う、おしもちゃんもやってるし。おしもちゃんも。おしもちゃんも。さすがママ、ちゃんと訂正してくれてる。あの当時で、プロ目指さない人は、多分あんまいない。その若さで。確かにね。だってみんな若い子、今キャディもいるけど、若くしてやってるんだけど。でも僕は同期が、小岸と清水、森本がいるんで。多分、ゴルフ、ゴルフを目指してない、キャリーの走りかもしれません。プロゴルファーを目指してない。先駆者。そうなんや。でもすごい、昔は厳しかったって聞きます。俺さ、でもロッカーで拝んでたビューさん見てるから。拝んでた？どういうこと？なんで拝んでるんですか？あのね、ちょっと、これは、これ言っていい、ダメでしょ。いいでしょ、いいでしょ。どういうこと？いや、昔は本当に厳しかったんですよ。めちゃくちゃきつい、本当に。キャディになるのが？いや、仕事が。そうそう。18ホールやって、ずっと怒られ続ける。で、リュウさんが、こうやって、こう、なんだ、意外とこういう術とかするの好きで、やってる時に、ロッカーこうなってて、俺がたまたまロッカーに荷物、どうしたんですか？じゃあ、行きたくない。プレッシャーでね。試合のプレッシャーで。行きたくない。行きたくないっつって、ロッカーで拝んでたら見てるよ。怖くてね。怖くて。何が起きるか分かんない。でもね、当時はキャディが朝のストレッチをやるわけ。まあ、もちろん運転するよね。運転して、着いたらストレッチする。トレーナーもやるわけ。そう。で、キャディーする。帰り運転する。帰ったらマッサージもしたの。それもやるんだ。やったの、昔は。大変。そう。だからもう、それが当たり前の時代だったから、別にその時は何も思わない。でも、そうですよね。今ほどトレーナーさんも。全然いないですね。今はもう本当トレーナーさんこんなにいいのぐらいいるんですけど。そう。当時はキャディーがトレーナーをしたりもしてたの。でも おかげで勉強になったよ。そういう人のマッサージもできるようになったし、だからそういう勉強にはめちゃくちゃなったけど、その当時はそれが当たり前だと。だから今考えると、あ、当時は今とは違うなと思うだけで、でもいい勉強にはなった。大変。正直ね、みんな専属だったから、今みたいにキャディーさん同士がそんな仲良くなかった。喋る、足も全然違うよね。いや、ゴルフ場で食べない。ゴルフ場でとヒョムソンのキャディやったら、西島さんとかユウさんとかご飯食べるのあれって思われたら、めちゃくちゃ嬉しかった。笑って話すって考えられない、ロッカーで。特にね。すごいな。胃薬を振り付くみたいに。いや、本当だよね。ゴルフ行ったもんね。もうやられちゃう。いや、だから、全然違う。全然違うんだけど、でもそれをさ、昔のことをさ、そうやって言うのもっていうのがあるから、ね、もう老害とか言われちゃうしね。だけど本当にそうなんだよって。当時はそれが普通だったから、うん、なんか戦争の話してるみたいな感じになっちゃうもんね。で、今の試合会場の雰囲気とか、いや、考えられない、ね、いや、比べちゃいけないけどね。県人同士があんな喋ってて、選手にちょっととか考えられない。考えられない。考えられない。もう常に選手を見てなきゃいけなかったし。なるほどね。だって下手したら他の人と話していけないっていうのがあったの。なんでお前喋ってんだ。そう、楽しそうに話すのとかね。そういうルールがあった、ね、俺とにかくお前俺だけ見てろみたいな。いや、うちは違ったよ。違ったけど、そこだけだよ。でもすごい勉強になったよ、本当に。それがあるから今がこうやって頑張れるのかなってあるから。いや、本当ありがたさしかない。本当に本当に。なんか、辛かったっていうのもあるけど、勉強にめちゃくちゃなった。あれがあったから、今、こういうの分かるからさ。そうそうそう。すごい。めっちゃいい話。やりがいな、大変だけどやりがいな。そうね。やりがいな。あとね、もう一つ言えるのは、この年だから、転職できない。何もできない。誰も我々は。それもしょっかんだ。転職できない。転職、そうですね。なんか難しいかも。西田さん。どうやって締めるんですか。あ、もうし、もう大丈夫です。締める。大丈夫。はい。逆にキャディさんの話聞いたんで。大丈夫。はい。もう好きにしてね。いい話。
いや、俺最後やっぱ波っていうの涙を見たいそんな女優じゃないのね。ミッキーの涙、はい、いやいや、あれも泣こうと思って泣いてないでほしい、ね、いや、これ、あれは本当に感動した。いやいや、あんな気持ちこもってる、ね、しかも、ね、すごいですね。ね、それはあのもう一個の方の動画で見てください、ね、これ本当にあんなに気持ちこもって、しかも真面目だよね。いないですね、今まで、うん、ね、そんな気持ちで。いや、マジで真面目。いや、もうでもあのキャリーさんの苦労話とか、キャリーさんの話なかなか聞けなかったんで、今までそのみーちゃんとかもうちの動画出てくれてますけど、やっぱプロゴルファーの人ってこう火に当たりがちとかスポット当たりがちなんですけど、ね、キャリーさんってやっぱいろんな人の力持ちだから、うん、あんまこうスポット当たらないことが多いと思うんですけど、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ締めますか、大丈夫。はい、またぜひあの何かの企画で何かの企画でご一緒させていただければ幸いです、はい。これはどうやって締めるんですか、ニオさん。いやいや、ナミキさんが締める。これはもう、小田ちゃん、ナミキさんが締めるから。ママなんで、みーちゃんに締めてます。ママ、スナックのママ、よろしくお願いします。はい、みーちゃん終わりでーす、はいはいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。やらないですか、最後。やらない。これははっきりして、やらない。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。